中野部は平安時代前期の新言宗の僧。空海の十代弟子の一人。母は宗方氏とされるが、父は不詳。少量宗牧八に中野部氏の戦費のために理修行を講ずる漂白文がある。ただし、本文中の戦費胸形孫氏が、表題通り中野部の坊坊を指すという確証はない。文中に中野部の名は見えないからである。現 小領州の巻八から十は、上略三年に、忍那寺の聖明が編んだものなので、聖明が付した表題には、注意を要する。上は三年五月に、自治恵が、日東受け益蔵新税に託した書状には、空海から伝法の因果をこむった弟子八人の中に、新後の中野としてその名が見える。中野は日東する新税に代わり神後寺を預かる、地位にあったと見られる。 上は4年に炎妙が党に渡った際の書状にも伝統応募し中野部の署名がある。道、ゆう、工房大師で主婦は、この他に、天長元年9月に最初の新御辞定学僧21人の一員として、名簿に中野部が名を連ねているとしている。しかし近年、その名簿21口協名を新御辞定学僧のものとすることや、 名簿の信憑性に否定的な見解が出されている。同、優、工房大使でシェフによれば、総脈期にこの説があるが、藤原氏の系譜には、中延に該当する子も、宗方氏の妻も見当たらないという二つの書状は、工房大事業下記書集。竹内隆義、安則の少年をめぐって、上は4年4月5日付総合調の信憑性。ありがとうございます。